始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析しまして、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。さあ、今回の企業はですね、 NOK さんにお越しいただきます。自動車部品メーカーのイメージあるかもしれませんが、実は自動車だけでなく幅広い業界に貢献している、そういった会社さんということで、そのあたりも詳しく深掘りしていけたらなというふうに思っています。では改めて今回のゲストのご紹介です。 NOK さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二方いらっしゃっているということで、まず簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。ではまず松江さんからお願いします。はい、ありがとうございます。私 NOK の松江と申しまして、今採用担当しているような形になります。で、入社してからですね、約5年間ほど、大阪の方で営業をやってた形になります。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて松本さんお願いします。はい、NOK 松本と申します。私も松江くんと、同じ同期で、入社してまして、私は工場でですね、6年間設計業務の方に、携わっておりまして、その後、R&D のセンターの方で、企画業務、1年間やっております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、これからたっぷりお話を伺っていきたいんですけれども、はい、まずちょっとね、軽くお二方がお休みの日何をしているかとか、趣味があるかとか、そんなとこからお伺いしていきたいなと思うんですけれども、松井さんいかがですか？私は結構サッカーがちっちゃい頃から好きなので、結構休みの日とか、あとは水曜日にデイゲームがあったりするんですけど、そういうとこは、はい、サッカー観戦に行ったりします。そうなんですね。どなたと行くんですか？そうですね、同期の方と行くことも多かったですし、あとは大学の先輩とかと行って。そうなんですね、はい、じゃあ会社の方と行くこともありますね。この間も野球をちょっと連れてってもらって、ジャイアンツの試合を、一緒に観戦させてもらいました。仲良しなんですね。そうですね、結構、はい、割と誘ってもらえるのでありがたいなと。そうなんですか、はい、ありがとうございます。ちょっと楽しくお仕事も、ね、できていらっしゃるような感じですかね。では松本さんはいかがでしょうか？はい、私はですね、最近神奈川県に転勤で引っ越してまして、なんでちょっと神奈川県の観光地結構いっぱいあると思うんですけども、奥さんと一緒に東京のとこもあって、そうなんですね。はい、土日過ごしてます。最近行ったところは？最近は江ノ島のところですね。で、ちょっとバーベキューとかやったりとかです。いいですね。じゃあお休みの日は家族とこう一緒に過ごす時間が幸せな感じですか？実は私新婚なので。そうなんですね、はい、ご結婚おめでとうございます。幸せいっぱいでお越しいただいて、幸せをお裾分けしていただけたらなと思います。じゃあハッピーにお伝えしていただきましょう。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。まずはですね、お二方の経歴など詳しく、自己紹介していただければというふうに思いますので、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では松江さんから経歴の方も踏まえて、はい、自己紹介の方改めてお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、私は入社松本君と同じで8年目になるんですけども、最初入社して5年間ですね、大阪の方で営業をやってました。で、特にお客さんとしては自動車じゃなくてですね、私どちらかというと家電メーカーさんとか水業界さんとか、そういったちょっと特殊なところを担当してたような、はい、形になりまして、でその後大阪から東京に移動してきてですね、今採用を1年半ぐらいやってるような形になります。はい、はい、ありがとうございます。では松本さんお願いいたします。はい、私はですね、入社してから7年間、北茨城の事業部で、建設機械や産業機械のパッキンだったりですね、あと車の足回りに使われる、緩衝材の補助バネという部品を、設計しておりました。で、その後はですね、神奈川の方に転勤になりまして、そちらで技術企画部門としての業務と、あとはその兼任としてですね、DX 推進室、デジタルトランスフォーメーションを社内で進めますという、部署の、所属として、推進、仕事の方を推進しているといった形となっております。はい、ありがとうございます。なので事務系のお仕事、はい、そして技術系のお仕事、両面からお話を伺えるということですので、早速今回のトークテーマ見ていきたいと思います。こちらです。誰にどんな価値を提供している会社だとか、どんなキャリアパスを歩むことになるだとか、こちらの5つの質問をご用意させていただいておりますので、それぞれ実体験なんかもこう踏まえながらお話しいただけたら嬉しいななんていうふうに思います。
では早速一つ目の質問参りましょう。一つ目の質問はこちらです。誰にどんな価値を提供している会社というところで、まずはここからお話を伺っていきたいんですけれども、さあ誰に価値を提供している企業になるんでしょうか。そうですね、なので、まあ、最初の自動車というお話がやっぱりメインとしてはあるんですけど、まあ、自動車業界だけじゃなくてですね、はい、いろいろ幅広く、具体的に言うと家電の業界もそうですし、建設業界とか、電子部品業界とか、はい、まあ、様々なお客様に対して、まあ、弊社はやっぱり技術で形にするっていうところなので、まあ、お困りごとをやっぱりできないけどどうしようみたいな話のところをできるようにですね、はい、こう解決していくっていう、まあ、お仕事、手助けをしているような会社。困りごとを技術で解決していく、はい、というところを大事にしてらっしゃるというところ、ね、そうですね、やっぱりこう部品を売るというよりも、弊社の部品って部品だけじゃなくてですね、他のものにくっついて初めてこう動作したりとか、貢献するような形になりますので、まあ、そういったところをこう、支援していくというようなお仕事になるかな。そうなんですね。あと説明会の中でもあったように、はい、その自動車部品だけじゃないよということで、はい、4つの項目挙げていただいておりましたけれども、はい、ちょっとこのあたりも詳しくお伺いしたいんですけれども、まあ、まずはそのモビリティの部分、はい、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、やっぱり今、世間的には EV シフトという話がやっぱり結構出てるんですけども、まあ、今後 EV シフトになるとですね、やっぱり弊社のエンジンシールというところはやっぱ使われなくなっていくっていうふうに、思われてよく説明会とか質問を受けるんですけど、まあ、そういった時に、今度入ってくるバッテリーとかですね、今度車をエンジンじゃ、タイヤをエンジンじゃなくてモーターで動かすようになってくるので、そういった新しく入ってくるものに対して、また価値を提供していければなというところで今モビリティ分野を、はい、考えている形になります。そうなんですね。そしてデジタルの部分でも、はい、そうですね、デジタルの分野でいくとやっぱりこう、5G とかが今キーワードとしては出てるんですけど、まだまだこう普及段階になりますので、そういったところでですね、貢献したりとか、あとはまあ VR とか、どんどん小型化、製品を小型化していってるので、まあ、そういったものでいくと電子部品の分野でですね、まあ、貢献できるんじゃないかなというふうに。そうなんですね、はい、電子部品の分野でも貢献できる技術をお持ちでいらっしゃる、はい、まあ、そうですね、弊社のまあ事業のまあ大体半分がシール事業と呼ばれる、まあ、密封する、何かを漏らさないっていうところなんですけど、はいはい、もう一つがその電子部品っていうところで、まあ、どんどん製品がちっちゃくなっていってスペースがなくなっていくという、はい、まあ、やっぱりお困りごとがお客様多かったりするんですけど、はい、そういったところに対して弊社は電子部品というところで、貢献をしているような形になっています。そうなんですね。そしてウェルネス、はい、こちらは。そうですね、ウェルネスの分野は、まあ、今後やっぱり高齢化社会が進んでいくと思いますので、まあ、そういったところで需要が出てくるだろうといったところで、まあ、新商品開発部とかでですね、はい、新しくこう筋電とか心電とかを、まあ、ゴムでこう取れるようになるというところ、はいはい、まあ、不快感の軽減とかも含めてですね、ウェルネス分野にも、今はちょっとこう新しい新商品開発がそこはメインかなというふうに。あ、そうなんですね。どんどんじゃあ新しいものもこう生み出していくような、はい、そんな技術力。そうですね、やっぱりどんどんこう成長していくってなるところでは、やっぱ既存の製品も不可欠なんですけど、やっぱ新しい商品開発とか、新しいところの需要を探りに行くとか、そういったところを今後の100周年に向けて今活動しているわけです、はい、ですね。そしてグリーンエネルギーも。そうですね、はい、そちらもやっぱりこうやっぱエネルギー、どんどん、枯渇していってる問題がありますので、まあ、そこに向けてですね、はい、まあ、ソーラーパネル、風車もそうですし、そういったところに対して、新しい技術の提案とか、まあ、既存の製品を提案できればなというふうに思っています。そうなんですね。今のお話聞いて、こうやっぱりこうゴムメーカーというイメージがどうしてもある中で、はい、こう化学系の学生さんがこうたくさん受けられてるんじゃないかなっていうイメージがあったんですが、どうやらそうでもなさそうな感じがしますね。そうですね、やっぱりおっしゃる通り、そうやって、化学系の方たくさん見ていただいて大変ありがたいなというふうに思ってるんですけども、やっぱり機械系の方とか電気系の方、制御の方、幅広い専攻の方が活躍いただけるようなところはありますので、そこは、はい、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。そうなんですね、はい、松本さんいかがでしょうか、そのあたり現場の感覚としては。そうですね、私は実際その機械系の出身になってまして、はい、あんまりその化学が多いってイメージも そこまで持ってなかったんですけど、やっぱりその弊社の中でその材料技術部門ももちろんございますけど、まあ、その生産技術部門であったり品質管理部門、はい、設計部門というところは、やっぱりその材料以外の、
出身の学生が、まあ、配属されることが多いので、基本的にはその材料に限ってとかそういうことはないのかなと思いますね。そうなんですね、うん、なのでもう幅広い学生の皆さんに興味を持っていただけると嬉しいですよね、はい、嬉しいです、はい、PKの方々ですね、はい、ありがとうございます、では次の質問参りましょう。続いての質問はこちらです。仕事のやりがい醍醐味はというところで、やっぱり働いていく上でやりがいって本当にモチベーションになりますし大事なところなんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこうエピソードなんかも交えながらお話しいただけたら嬉しいなというふうに思います。では松本さん、そうですね、はい、じゃあ私のその開発をやってた頃の、まあ、あの経験からになってくるんですけど、うん、やっぱりその弊社のその社風としましては、あの結構やりたいことを自由にやらせてくれるみたいな部分が大きかった